はい、お疲れ様です。今日もね、前列ゾーンゼロを動画撮っていきたいと思います。ようやくですね、インターネットレベル20を超えてきましたね。はい、で今日やっていくのはですね、このストアですね、主に課金要素にはなるんですけど、ストアでね買った方がいいもの、まあいろいろね売ってるんですけれども、どれがお得なのかということをですね、実際に、モノクローム1個あたりの値段とかにも換算してですね、比較をねしていきたいと思いますので、ぜひ課金をね考えている方は最後までご覧いただけると嬉しいです。じゃあやっていくんですけれども、まずですね、一番お得なのがこちらですね、インターネット会員ということになっております。これはですね、30日分のモノクロームがですねコツコツともらえるという形になっておりまして、610円ですね。で、購入したらですね即300モノクロームが獲得できまして、それ以降ですね1日90ですねの、ポリクロームですね、このカラフルな方を、受け取ることができまして、30日間累計で、合計3000のモノクロームと、ポリクロームがもらえるという形になっております。これはですね、このゲームの課金要素の中では一番お得になっております。でどれぐらいねお得かというと、はい、こちらに表を出しておきますけれども、610円でトータルのですねモノクローム個数が3000、でこれを1個あたりの値段に換算すると 0.20 円ということになっております。で引けるガチャ回数がですね 18.75 回引けいって、ガチャ1回分の値段を見ると 32.5 円ということになってますので、いやこれは本当にめちゃくちゃ破格です。まあ、注意点が、ね、あるとすると、30日間でコツコツと配られるという形になってますので、ガチャを10連したいんだよねとかいう形でこれを買ってもですね、10連分のガチャ石がすぐに集まるというわけではないので、その辺は注意なんですけど、毎日コツコツやっていくというふうに決めている方はですね、これを買うと非常にお得になっていると思います。で一般的にですね、モノクロームを買うとなると、ここのモノクロストアで買うんですけど、さっきねちょっと触れなかったんですけど、課金で買う方がこのモノクロームで、白黒の絵柄のこのやつなんですけど、隣のですねカラフルなやつがポリクロームで、これは、ゲーム内でもコツコツねもらえるやつなんですけど、この2つは完全に価値が同じになってますので、モノクローム160で1回ガチャ、ポリクローム160で1回ガチャとなってます。ただこの課金の方のモノクロームの方はいろいろですねパックストアで購入したりもできるので、価値が高いのは白黒のモノクロームになります。まあ、絵柄だけ見るとカラフルな方がねなんか価値がありそうに見えるんですけど、白黒の方が価値があります。でそれをですねこのモノクロストアで購入するわけなんですけど、まだ買ってない場合はですね、初回だけですね2倍のモノクロームがもらえるというふうになっていて、かなりお得になっております。で自分はですね下の段もうすでに買ってしまったんですけれども、この上段ですねのように初回は2倍ねもらえるという形になってます。でこれもね表を出すんですけど、それぞれの値段がこちらに書いてありまして、もらえるねモノクロームの個数が隣に書いてあります。で、モノクローム1個あたりの値段を換算するとここに書いてあるようになっているんですけど、まあ、これね微妙にですね610円のやつがちょっと高かったりするんですよね。でその後値段が高くなるにつれて美味しくなっていくのかと思いきや、6100円もですねちょっと、割高っていうか、まあほぼ同じなんですけど、ちょっと高めにはなってるんですよね。まあ大体が 0.93 円から1円ぐらいっていうふうに思ってもらえればいいので、まあ、ほぼモノクロームが1個1円ぐらいの換算になってますね。で引けるガチャ回数とガチャ1回分の値段が隣にね、記載してありますけれども、先ほどのねインターネット会員の方の数値と比較するとですね、インターネットの方がモノクローム1個あたりの値段が 0.2 円だったんですよ。でガチャ1回分の値段が32円だったので、いかにですねインターネット会員がお得だっていうのが分かると思うんですけど、実はこの初回2倍のモノクロームは非常にお得になってます、これでもね。はい、なのでモノクローム1個1円で購入できる場合っていうのはかなりお得な部類になる、なっているというのをまず分かっておくといいのかなというふうに思います。でこれ初回2倍が終わるとですね、もちろん2倍がなくなるんで半分になるのかと思いきやですね、ここの下の段を見るとおまけでですね少しだけこうついてくるんですよね。で自分はこの上段の方まだ購入してないので、おまけでどれぐらいね、ついてくるかわからなかったので、これはねちょっと計算はしてないんですけれども、先ほどの初回2倍の比率の半分よりはですね、
モノクロームはついてくるという形になってますので、まあ、その辺はですね、まあ、大体の、ね、ニュアンスが伝わってくれればいいかなというふうに思います。で続きましてこのパックストアになるんですけど、上の4つがですね日本円で買えるやつで、まず1個ずつ見ていくんですけど、この120円のやつですね、これは未加工マスターテープが1つと暗号化マスターテープが1つ、そして温度器の4択ギフトボックスが1個ついて120円という形になっていて、これもめちゃくちゃお得です。でこの価値をですね具体的に評価するのが結構難しくて、というのは暗号化マスターと未加工マスターが両方ね入っていますので、まあ、一般的に暗号化マスターの方が限定ガチャを回せますから価値は高いんですけど、どれぐらいのね、価値になるかっていうのは数値化できないので、今回の動画ではですね暗号化と未加工は同じ価値としてちょっとね比率をね計算してますのでご了承ください。それで考えるとこの120円の方ですね見ていただくと、マスターテープが2個なのでモノクローム換算すると320ということになっております。でそれを割り算するとモノクローム1個あたりの値段が 0.375 円で、ガチャ1回分の値段が60となっておりますので、この120円に関して言うと初回の2倍のモノクロームに比べると全然格安という形になっております。インターネット会員がガチャ1回分の値段が32円だったので、だいたいその2倍ではあるんですけど、この120円も非常に美味しいということになっておりますね。でさらにこの温度器4択がつきますので、これはまあ買っていいんじゃないかなと思います。これはね期限はないんですけど、購入は1回だけしかできませんので、課金する方はぜひ検討していただくのがいいのかなと思います。そして次610円の方になると未加工マスターが5個、そして1220円の方は未加工マスターに加えて暗号化マスターが5個つきます。でこれはですね割り算の先ほどの比率を見ると、まあ、5個と10個で値段が倍になってますので、この2つがですね同じ価値だとすると、ガチャ1回分の値段が両方とも122円ということになってますので、120円のパックに比べると割高にはなっているんですけれども、これもですね先ほど言った初回2倍に比べるとですねお得なパックになってますね。で610円の方は過去、工場ガチャが5枚、1220円になると同じ2倍の値段で限定ガチャが5個つくということなので、まあ、限定ガチャの方が価値は高いですから、1220円の方がまあ価値としては高くなるのかなというふうに思います。でもう1個ねパックありますが、1840円でこれは暗号化マスターが10個ですので、さっきの1220円に比べるとですねちょっと値段が高くなっていて、これは完全に限定のガチャの方が10回分ということになってますので、まあ、これはねちょっと割高にはなるんですよね。ただこれ10回が全部限定なので、まあ、そう考えるといいのかもしれませんが、ガチャ1回分の値段を考えると184円ということになりまして、これはね初回2倍の、モノクロームよりも少し高めになってますね。ですので順番としてはですね、この1840円を出して暗号化マスターを10個買うんであれば、初回2倍の方をまず買って、それで限定ガチャ券に変更するというふうにした方がですね一応お得ではありますね。でその下のねパックを見ていくと、このインターネットレベル10ギフトボックスなんですけど、これはねめちゃくちゃお得です。モノクローム60個でポリクローム60個プラス、このような素材がもらえますので、まあ、ポリクロームの方がですね、パックは買えないとはいえほぼ同じになりますので、これはもうめちゃくちゃお得。ただこれモノクロームは課金なので、課金していない人はですねこれは購入はできませんということになってますね。自分はこれねちょうど買えるので交換してみましょうか。はい、交換するとモノクロームが60でポリクロームが60プラスアルファということになりますので、これはめちゃくちゃお得で、これ購入すると次レベル20も来ますので、レベル20になると300の300ですね。ただこれもねいいよね。はい、ですので課金する人はこのインターネットレベル5とのギフトボックスは非常におすすめになりますので、モノクロームの使い道としてはここ一つありかなと思います。であとはですねモノクロームで買える特訓リソース補給パックと、この温度器用のエネルギー補給パックありますけど、これはどうかな。これを買うんであればモノクロームはガチャ石として利用する方がいいんじゃないかなっていうのが自分の意見ですね。まあ、この辺はですね確実に素材なのでね、ちょっとねうまみは減るかなと思います。まあ、よっぽどね育成に困ってモノクロームに
余裕がある場合は検討してもいいのかなというふうに思います。はい、でもう一個ね、忘れてはいけない課金要素としてこのエディファンドですね、まあ、いわゆるバトルパスで、これね自分まだ買ってないんですけど、これは最初に言っとくとめちゃくちゃお得です。これもね、はい、でエディファンドを獲得することによって、この下段ですねのアイテムがレベルが上がるごとにもらえると、追加でもらえるっていう形になってます。でこの中で特に美味しそうなのがポリクロームが780個、暗号化マスターテープが4個、ボンプガチャが4個と、各種、素材がもらえるということになっていて、それで1220円になってますね。でこれもですね、表に出すと、ここに書いてある通り1220円で、モノクロームの個数として考えると、まあ、ポリクロームが780の、マスターテープが4個ですから、それを1個160で換算すると1420、モノクロームになりますので、これは割り算するとモノクローム1個あたりの値段が 0.859 円ということで非常にお得になってますね。で引けるガチャの回数が 8.875 回でガチャ1回分の値段が137円ということになっておりますので、これどれぐらいお得かっていうと、まあ、インターノットが32円で初回の2倍モノクロームのコスパがいいので148円だったんで、ガチャ1回分がね、だそれに比べてもこのエディファンドの方が美味しいということになっていて、エディファンドの場合はさらに、レベルが上がるごとにいろんな、ね、素材がこれに加えてもらえますので、まあ、いかにエディファンドがお得かっていうのは分かると思います。まあ、順番で言うとインターノットが1番で次がエディファンドかなと思いますね。でこのバトルパスのところはプレミアムプランもあるんですけど、こっちはねそんなに押してないんですけど、追加でポリクロームが200と、このような燃料っていうかこのエーテル電池ですね、スタミナと交換できたりとか、こういう何これ貯金豚、銀の貯金豚とかですね、こういうアイコンとかですね、まあ収集用のなんかアイテムがもらえるということになってるんですけど、そこまでこだわらない人であれば上のね成長プランの安い方でいいんじゃないかなと思います。思います。はい、これはでも非常にお得なので、課金を考えている方、微課金ぐらいはやってもいいっていう方は、これもね検討していただくといいのかなというふうに思います。はい、あと最後にねこの発信源ストアもちょっと触れておこうかなと思うんですけど、この発信源ストアはですね、余波シグナルですね、ガチャを回した時にもらえるこの副産物で交換できますよというものになってるんですけど、ガチャをねある程度引く人であれば、このビリーとかルーシーとかの永久エージェントと交換するのはちょっとねもったいないかなと思います。というのもガチャを回せばですね、この辺はおのずとね溜まってきて、まあ、いずれですねビリーもルーシーも貫突するということになってくるので、まあ交換はねエージェントじゃなくていいんじゃないかなと思います。まあよっぽどね欲しいエージェントが早急にねいるとか、そういう場合は検討してもいいかもしれませんが、それであればですね、この隣の S 級の温度器ですね、1、2、3、4、5、6個ありますけど、まあ、これもですね、あのすり抜けとかで出る可能性は十分あるんですけど、まあ、欲しい方はですね、ここで交換もいいのかなとは思いますが、ちょっと高いんですよね、600ということで。ですので自分はねちょっと様子を見てから検討していこうかなと思いますね。 S 級温度器の強さとかもまだちょっと分かってないので、まあ、ただ S 級温度器をね凸を考えるとここで交換するっていうのも考えないとねいけないんで、まあ、ちょっとこの辺はですね強さをねしっかり把握してからかなというふうに個人的には思っております。あとはですね、購入上限がなくて暗号化マスターテープと未加工マスターテープそれぞれ交換できますけど、これは交換するんであれば暗号化ですね、同じ値段っていうのがまずね、ちょっともったいないので、未加工は、ゲーム内でもらえるものだけでいいんじゃないかなと思いますので、もし交換するんであれば暗号化の方ですけど、まあちょっとどうかな、購入上限がなしっていうふうに書いてあるのでそんなにお得ではないんだと思うんですけど、どうしても回したいときは、ちょこちょこね、購入するのはいいのかなと思います。で残響シグナルの方もですね、これもガチャの副産物でもらえる、ものなんですけど、ここではですね各種、チップの、レベル素材ですね、はい、こういうのがあるのと、ディニーもあるし結晶化、除剤もありますが、一番美味しそうなのはやはり暗号化マスターテープと未加工マスターテープの 40% オフで、これ今月残り5回ってなってますので、これはね両方とも交換しちゃっていいんじゃないかなと思いますね。まあ、よっぽど数が少ない場合は、まあ、暗号化マスターの5回分
ぐらいはしっかり交換して未加工は置いておくっていうパターンもいいかもしれませんが、余裕がある場合はですね、両方ね 40% オフなんで、まあ、取ってしまってもいいんじゃないかなと思います。ボンプコインに関してはですね、自分まだボンプのガチャ回してないので分かりませんが、このボンプチケット 50% オフっていうのも、非常に美味しいなと思いますので、これも今月残り5回ということなので、7月中にはですね、ボンプ何回か回して、これはねしっかり取っていこうかなというふうに思います。で、最後このマスターテープ交換なんですけど、まあ、これはですね、いわゆるポリクロームをガチャで使うということがここで、わざわざ書かれているっていうだけなんですけど、注意すべきは未加工マスターテープはポリクロームで交換しないというところになってますので、交換するんであれば暗号化マスターテープなんですけど、わざわざここの画面でね交換するっていうことはなくて、ガチャのところからですね、足りなければ、勝手にですねポリクロームが暗号化マスターテープに変更されますので、限定ガチャの方で使うのがいいのかなというふうに思います。はい、ということで今回はですね、前列ゾーンゼロのショップ、課金要素のまとめということで話をさせていただきました。ぜひね参考にしていただけると嬉しいんですけど、このチャンネルではですね、引き続き前列ゾーンゼロいろいろね動画上げていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録だったり高評価コメントなどよろしくお願いいたします。それではお疲れ様です。